鉱山城は、鹿児島県肝付郡肝付町新富本城にある城。形式は山城に属する。別名、肝付城。国の史跡。平安時代末期、島津荘のベざいに任じられた平健定の子孫が、土着子この地に定住したことが、始まりと伝える。現在に残るような壮大な城郭が整えられた、時期は、はっきりしないが、南北朝時代。 戦国時代の騒乱に備えるため上郭が形成されたと考えられる。検定の子、金都氏は、肝月氏を名乗る。肝月氏は12世紀から約400年間、ここを拠点として、大隅国の最大領主であった。肝月金継ぐの時に、薩摩国の最大領主であった島津氏と、日向国の最大領主であった伊東氏の間で匠に、 バランスよく立ち回り、肝月氏の絶頂期を築くが、やがて、島津氏と対立して、天正元年に、鉱山城は落城。その後も、領地を大幅に縮小したものの引き続き、肝月氏は、この地の領主を務めたが、天正8年に、肝月氏は、後に違法され、鉱山城は、廃城となった。また、外城としての機能は、市場であった弓張城に、 鉱山毒が設置されて繊維した。城の縄張りは南に本城川、北に栗山川、西は高山川、東は白須台地の旧街という天然の溶岩に立地していた。さらに山地から南西方向に伸びる丘陵地を横切って空堀を作り車を形成した。現状だが大手門と絡め手門の後には看板が立っており、本丸、二の丸、 三ノ丸などの状況も区別しやすい状況で残っている。ただし本丸は原型が崩れかかっている。建造物の類は全く残っていない。ありがとうございます。